ばんは。2回目コラボ配信ありがとうございました。さっきも見てくれた人ありがとう。そう、なんかコラボ配信だとね、やっぱりなんかせっかく投げてくれたコメントとかもちょっとね、あんまり拾えなくて申し訳なかった。ライト変えてないですよ。ちょっとだけお話しようかなって、ちょっとだけカラオケしてちょっとだけお話しようかなって。さっきと映り違うだって。なんかやっぱり一人の方がさ、画質的にはいいのかな。なんかこっちの方が良いですか。やっぱりライトの色味が全然違うだって。ほんとね、ライトの色味はずっとこれ出すよ、これ出すよとかって、これ出すよ。こっちの方が映りがいいんだ。なんでだろう、謎ですね。でも一人だとね、これ画質設定ができるんですよ。で、多分今高画質にしてる。二人の時はできない。そう、一人では1時間ぐらい配信しようかなって思ってます。かわいいだって。 Thank you Thank you。 高画質設定よき。リンディ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 ン、くまねパパハートいっぱいありがとう。遊びに来たよだって、ありがとうございます。昨日ぶりだって。おももありがとう。なんか昨日からかな、昨日をきっかけに配信によく来てくれる方がたくさん増えて、昨日自体でなんかフォロワーが100人ぐらい増えたんですよ、新しい方が。そうだから、なんかそれも嬉しくて、なんかイベントとか関係なしに、そう本当イベント関係なしに普通に配信したいなと思って。今一応さ、私がフリー枠だからさ、こうやってカラオケできるのもこういうイベントがないとカラオケができない状態だから、ただ単に。なんかコラボ配信だけでもいいかなって思ってたんですけど、案外なんかみんなとね喋る配信にならないんだよね、コラボ配信だと。やっぱり2人が喋ってるのをみんなに見てもらうみたいなのがメインだから、みんなとお話しするにはやっぱりなんか一人で喋る、一人の配信もちょっとしようかなと思って。昨日ぐらい長くはできないけど1時間ぐらいやろうかなって感じです。今日の服、確かにピンク、これずっと着てなくて、本当はフリマに出そうと思ってたの、本当はね。そう、松のフリマに出そうと思ってたんですけど、でもなんか可愛いから、あれまだ着れるとか思って出してきちゃった。私が着る。どっちも嬉しいだって、ありがとう。優しい、いえいえ、ケンケンさんの方が優しいですよ。とっても似合いますか、嬉しい。なんかさ、普段さピンク、昔とかは結構ピンクとか着てたけど、最近とかはもう黒だったりホワイト系だったりとか、落ち着いた色しか着なくない、色物の方が、色物じゃないのか、シンプルめが多いから珍しいよ。初見でしたって、おかちゃん本当にありがとうございます。つっこさんこんばんは。
少し合間合間で歌歌おうかなって感じです。今日はさ、ちょっとさ、いろんな仕事が立て込んでてさ、そうそう、今日はバタバタでした。配信間に合うかなって超不安だった。まあ、一応さ、お仕事はしてるんだけど、でも都内に仕事に行ってる時以外は家でリモートでお仕事をしてるんですよ、毎日。だから家にはいるから、実家にいる時は、だから家事とかもまあね、家にいる分やってるんですけど、そう、バタバタでした。よくナナミのショールームには見に行ってる。ああ、なるほどね。イジのところにも来てよ。めちゃくちゃやったら申し込むけど、ぐるぐるだ、ありがとう。スーパームーン見れなかったね。確かに、なんか言ってた、ナナミちゃんがスーパームーン見たいって言っててさ、でもなんかあっち天気悪かったらしい。はい、お疲れ様です。イジありがとう。ちゃんと社会人してるね、一応ね。一応もう二十歳だからさ。危ない。あれ？カラオケにするとさ。ごめんね、ガサガサ言うのに。関西は雲で隠れてた。あ、だからかな、なあちゃんが言った。何歌おうかな。今外出たらめっちゃ月明るいよ。てか日長くなったよね。7時ぐらいの時点でさ、全然明るくてさ、夏だなって思って嬉しかった。昨日はさ、ちょっと前髪を上げてて大人っぽい感じだったんですけど、今日は雰囲気変えてみようって思って、2日連続配信だったので、今日はピンクとか可愛い感じにしてみました。どうですか？香港も曇ってるからスーパーも見えない。そうなんだ。今日は天気が良くない。まあ梅雨の時期だしね。リュークさん、こんばんは。赤おねるさんもありがとう。配信してくれて嬉しい。だってこちらこそ、見てくれて嬉しい。嬉しい、可愛いってみんな褒めてくれてる。夏大好き。ひじも夏とっても大好きだよ。ちょくちょく見に来るなんて。ちょくちょくなんだ。ちょくちょくしか見に来てくれないの？悲しい。トゥルトゥー。今日は可愛い感じしたよ。あれ、リバーブって私昨日1にしたんだっけ、2にしたんだっけ。1にした気がする。あー、ぶち切る。つながってゆける。またブチって切れちゃった。昨日もブチって切れたんで。私はなんか基本的に声がさ、もう
なんだろう、迫力がない、勢いがないから、ほんとゆったりになっちゃうんだよね、どんな曲も。ほんとに夏目イエーっていうよね、この最後。ありがとうございました。なんかリバーブ、リバーブなし、リバーブなんかどんぐらい響いてんだろう。私が昔それこそこれも好きだった歌知ってるかな、みんな。今日はちょっと多めのスパンで歌おうと思って。あ、またこれは KAT−TUN のアニスの曲かな。これをドライブの時に聴くのめっちゃ好きなんです。ありがとうございました。すごい、昨日の日にしては3曲連続で歌うっていう、まるで別人みたい。菊に肘が今3つ連続で歌った方、今日滑舌ダメかな、肘なんか。滑舌で終わってるね、めっちゃ噛んじゃうもん。何歌おっかな。
緊張してるの？全然緊張してない。緊張した方がいいかな、もっと逆に。緊張してないから。何味？お水です。お水。最近はお水をよく飲むようにしてます。あの日の紫を再びに行けたらいいな。高かったわ。なんだろうな。一緒に口ずさんじゃねえだって。本当に？めっちゃ可愛いって。本当に？何にしようかな。ナツメロ。あれ？でも最近ね、超ナツメロを入れるようになったんですよ。おうこさんありがとう。けんけんもめっちゃ可愛い。ありがとう。なんかサビが歌えるけど、この歌好きなんです私。きっと涙は音もなく流れるけれど、赤裸々に頬濡らし心まで溶かし始める。怖っ。ミキタンもハートいっぱいありがとう。何歌おうかな。全然夏メロじゃない。スクショが止まらんだって。なんで？全然歌えてないのに。逆に
なんかただ曲聴きたいだけなんです。歌えるところだけ歌うね、これ。この曲。ただ聴きたいだけ。まだ全国聞かない、全国聞かない。受けるよ。全国聞かない、全国聞かない。ここまでの存在の君に抱きしめられるの好き。ごめん、ありだけの愛は Do you?僕はお白米ちゃん、あ、いや白米ちゃんじゃないか、白米ちゃんか。お水ありがとう。トコトコトロさんもありがとうございます。いっぱい、お、あっという間だね。40分ぐらいからやってたよね。もうちょっとか、あとちょっとで。歌歌ってたら意外と早いね。あっという間ですね。あとちょっと、3曲くらいでも時間になりそうだね。みんなからのリクエストを聞きたいと思います。3曲なんかありますか？3曲もないか、リクエスト。今はヤギは覚えてて forever。楽しい時間は早いねって。糸系多いの、赤い糸って。もうなんか満足しちゃってるね。普段はあんまり自分では歌わない。ありがとうございます。ありがとうございます。君がもし捨て猫だったら、私が捨て猫だったらみんなは助けてくれますか？みんなは拾ってくれますか？きっとファンの人は優しいから。よく見たらイヤホンと服の色、確かにピンクピンクだね。このイヤホンはなんか結構前、めっちゃ前だと思う。何年か前にファンの方がプレゼントでくれたやつ。これ超万能なんですよ。なんかこれプラ、これ耳についてるけど、なんか先の方に充電器もさせるようになってて、イヤホン聞きながらでも充電、間違った、できますよみたいなやつです。愛用してます。ありがとうございます。すぐ拾う。おー、なんか一日一日いろんな場所で捨て猫しても拾ってくれる人いそうでよかった。翔前さんありがとう。だね、みんな拾ってくれそうだわ。
安心。チュールあげますなんて。すごいリアル。ヒーのワンちゃんもチュール大好きですよ。一回拾ったらしいよ。ダーリン、ねえダーリン、好きになっちゃったのかなって。でもあれ出た出た、あれを A メロ歌えるかわかんないな。好きになっちゃったのかな、ドドドドドド。ちょっと疲れちゃった、座ろう。以上、座って歌終わった。寝たり好きになっちゃったのかな。あんまり高くない音がいいな。何にしようかな。ちょっと一個好きな音があって、私が好きだけど昼顔のあのドラマ映画、私めっちゃ好きなんですけど、お話はあの不倫のお話なんですよ。そんなすごい好きな映画とか言えないんですけど、そのやつです。最後何歌おう。なんかさっきリクエストできてたやつ、全部歌えるかわかんないんですけど、最後はこの曲に止まっちゃった。今連絡が来て止まりました。でも曖昧すぎてからあれか、歌うなってことかな。終わっちゃった。どうしよう、今のが最後でもいいですか。何か一番まで終わって終わろうか。じゃあちょうどいい。ありがとうございました。今日は意外と歌が多かったね。今日の配信は。今日の配信は歌が多かったですね。
月の光に導かれ、月が変わって6月よ。何やそれ、何やそれ。フィーちゃんはセーラームーンの中で何のキャラクターが好きですかって聞いてる。フィーはフィーチが好きだったのは、でもいっぱい好きだったんだよね。でもマーズも好きだったし、セーラーマーズとセーラー、だっけ、セーラービーナス、マーズとヴィーナスが好きでした。カラオケで最後に歌った口ずさむ曲、口ずさむ説、確かに月の光にってみんな歌うんじゃない、導かれ。じゃあ昨日はみんな負けないで口ずさんでた、ドゥルチュ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 。みんな今日も配信見に来てくれてありがとうございました。とてもとても楽しかったです。こんな2日連続で配信しても楽しいのは皆さんが見に来てくれてるおかげです。また配信するときツイッターで言いますね。今日はさ、そのカラオケメインじゃなくて、本当は今日やる予定じゃなかったんですけど、コラボ配信があったから、そうだったんですけど、コラボ配信やってあんまりみんなと話せなかったなと思って、ちょっとやろうって思ってたんですけど、また配信するときはツイッターの方で告知しますので、よかったら見に来てください。次も見に来る、ありがとう。今日も推しの配信そっけすぎて、それはもうひじが推しなんじゃない、そしたらね、熊根さんの推しはひじじゃない。そうなんですよ、しっぽさん、今日は終わりたいと思います。コラボ配信楽しかったでしたって、確かにコラボ配信もまた来週するので、よかったらみんな来てね。じゃあランキング見ます。13位はオムさん、ありがとうございます。12位はタくん、ありがとう。11位はミキタとちなつさんの部屋アットアリサ、ありがとうございます、いっぱいありがとうね。10位はよちゃん、ありがとうございます、パチパチとくれてくれてありがとうございます。9位は白米ちゃんとおみずんさん、ありがとうございます。8位はたくみ、ありがとう。7位はくまねパパ、ありがとう、もう推しはひじですよね6位はオレンジの新鮮ハッシュタグチームひじちゃん、いつもありがとうね。5位はゆうや、ありがとうございます。そして4位はたこたこ太郎さん、ありがとうございます。2位は明けの明星さん、ありがとうございます。そして1位は、お、今日もけんけんでした、ありがとうございました。今日もとっても楽しい配信になりました。みんなも明日まだ平日だけど、お仕事頑張ろうね、お仕事頑張ろうね。ありがとうございました。たくさんコメントも種もギフトも本当に感謝です、ありがとうございました。じゃあまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさいバイバーイ。